YouTube。 いや私も緊張してますよ。結構嫌今考えてすごく嫌な上司だったんでしょうけど、もう今もあれですよ、あの現場を忘れちゃいけないと思って泊まりもやってます、おむつ交換もやってます。はい、これはもう里見理事長が話していることで、やっぱ現場を知らない幹部はダメだっていうところで、あのそこはもうあのなるほどなということで、現場でもやっぱ現場も面白いし、はい、はい、それではですね、まあ、飯田部長といえば、うん、あの農業祭のイメージが強いかと思うんですけど、祭り男飯田部いやいやありますよね、はい、いや入ったことが言うのがおかしいな飯田部長がいつも農業祭をそうですね、実行委員を、はい、やっていただいていると思うんですが、はい、だなと思うんですけど、はい、ふるさと学者でのお祭りとして、まあ、ポイントを置いているのは、これ里見理事長からご指摘くださいというような指示も あるんですけど、入所者だけじゃなくてですね、あのこの地域の人に、はい、あの主軸を置いて地域の人にこう来ていただいて楽しんでもらうと、そういうような企画をしてほしいというところで、そこをポイントに置いて毎回あの進めてきました。じゃあ何地域の人に来てもらうには何が一番いいかななんて思った時に、歌手の人にやっぱり結構あのね、そういう内容の歌手の人に来てもらうと地域の人も喜ぶんじゃないかななんて思って、毎回こういろいろ頑張ってこうオファーかけて歌手の人に来てもらっています。で一番過去あのお客さんが来てくれたのは酒井のり子さんですね、のりぴさんですね、すごかったですよね、はいはい、もう駐車場もね入りきらないくらいで、あの時はすごかったですね、お客さんの数がね。私は向かい の, あのお墓を駐車場でお借りしたじゃないですか、はいはいはい、もう走り回ってました、ね、はい、それによって多くのお客様がこういった福祉施設に来てくれて、少しでもねあのちょっと暗いイメージだとかじゃないんだなみたいなところで、何よりも地域の人が喜んでくれるような企画がなものになれば、それこそ里見理事長があの思い描いてたあのものと一致するので、まあ、その辺はこう注意しながら進めてきました。今年も加藤土彦さん良かったですよね、はい、いらっしゃって、すごい素敵な、はい、まあ、恐縮ですけどインタビューもさせてもらって、はい、加藤土彦さんともあの歌う前にあの事務所の方とも打ち合わせをしてて、はい、この歌う順番とかこんな感じですよね、はい、みたいな感じで加藤さんと話して私もそこに加わせたんですけど、あ順番はこれとこれとこの時はこれですみたいな感じで言ったら加藤さんがえー、みたいな、そういうものは雰囲気で歌うもんじゃないのみたいな感じで、私があじゃあもうあのお任せしますからみたいな感じ でそれで実際のステージは本当にあの里見理事長が急遽あのリクエストありましたよね、はい、愛の暮らしでしたっけ、やってくれましたよね、はい、トイコさんはああいう雰囲気を大事にしてたんだなと思って、まあ、部長祭りで、まあ、地域貢献の話とかもあったと思うんですけど、祭りと地域貢献っていうとあの地域の祭りに勝手に出てきてなんていうのも、はい、結構有形会活動してると思うんですけど、はい、みこしの担ぎ手がねどの地域もいないっていうことで、やってくれないかっていうところで、あの各事業所そのくらいだったらお手伝いできますっていうことでやらせてもらっています。この間の倉波の例大祭にも出させていただいて、すっごく楽しくてもうあのお酒を出してくれるんですね20分ぐらい担いだら、まあ、休憩でお酒が出るんですね。その繰り返しでこんな素晴らしい世界あるんだと思って、でも酒ただ酒飲んじゃいけないと思って頑張ってこう担いでここも真っ赤になっちゃったんですけど、で地域の人も喜んでくれて、あの、まあ、こんな世界もあるんだなと思いながらね、お祭り大好きです次の日に参加して1年目の職員と話したんですけど、はいはい、めちゃくちゃ楽しかったですいやなかなかもう孫みたいな職員と一緒に担ぎながら大騒ぎするなんて、特にあのこの4年間ぐらいで大きな声出してわーとかってやることなかったじゃないですか、はいはい、最高ですよ、あの厚木稼ぎながらみんなでもつばペッペペッペッペ吐きながらこれ言ったらまずいかもしれないけど、あのもうすごい世界だなと、あの倉波 の, あの皆さんありがとうございました、担がせていただいて、まあ、あのいろいろとお仕事のお話は聞かせていただいたので、お仕事の話お仕事ですよね多分あの飯田部長のプライベートをあんまり私は知らないので、
とお聞きしたいなと思うんですけど、はい、私のプライベートって有形会と一緒なんですよね。仕事もなんかプライベートも同じような、遊び仲間って有形会の人なので、私が今所属しているのは旅行クラブ、あとゴルフ部、バレー部。年取ってきて、でも体もまだ動かしたいなって考えた時に、富理長がそれ聞いてて、ああいいだゴルフだよっていうような感じで、ゴルフは年取ってても楽しめるよっていうような感じで、ゴルフやったらいいじゃんみたいなことを誘っていただいて、5、6年前からですかね、ゴルフはやらせていただいて、まあ休みの時はゴルフに行くことが多いですかね。まあ、ね、一緒なんですよね、玉田さんと。明日もお二人ともゴルフですよね。そうですね。よろしくお願いします。めちゃくちゃ行かれたことのね、お話聞けた。行ってないですよ。行ってないですね。行っている割にはそんなにうまくない。ゴルフそんなにすごくうまくなったら面白くないからね、やっぱり、はい。明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。君には負けません、ね。最後によろしいですかね、はい、飯田部長にとって、ズバリ里見理事長とはどんな存在なのかなというところ、そうですね、はい、里見理事長との出会いって先ほど冒頭に話をさせていただいて、やっぱり僕もこの人だなと思って付き合ってきたので、今仲人制みたいなのないですけど、結婚する時も仲人は里見理事長にお願いしました。年が10離れてるんで、年のちょっと離れた兄貴あるいは親父みたいな存在で、厳しいことも言ってくれるし、優しいところもあって、すごく頼りにしてる。なんか心配なことがあったらやっぱりこう声かけてくれて、大丈夫かみたいな感じのことを言ってくれて、大切な存在ですかね。だから本当にあの時に人についてきてよかったな、まあ、これからも大事にしたいなっていう、そういう存在です。ありがとうございます。このエピソードに対して我々が偉そうに何かまとめることができないので、今回いろいろね、30周年ということで飯田部長のお話伺わせていただきましてありがとうございました。ということで固いエンディングではありますが、よろしいですか。なんか全部固く終わっちゃって大丈夫？明るくなくて。話のスケールが違いますから。これじゃあちょっと視聴率下がっちゃう。大丈夫ですかね。もっとバカ話とかした方が良かったのかな。苦情とかも来ちゃったらいけないけどね、大丈夫？あと悪いの出せみたいな。このチャンネルがですね、いいなと思った方は、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、いいですかね、はい、面白い、はい、はい、では皆さんありがとうございました。ありがとうございました。